こんにちはーアカデミ堀秀夫です今日は ebay で高く早く売る方法ということでね、えー、ebay で高く早く売るためにはやるべきことが多いというお話です、まあ、これね amazon 販売してて amazon で販売できなくなっちゃった商品を ebay で売るとかあるいはまあ 高額商品でね、えー、かなり、えー、ニッチな、マニアックな商品なんで、Amazon より eBay で売った方が高く売れる商品を eBay で売るということでね、eBay を並行してやってる、まあ、会員さんもいらっしゃいます。その中でね、まあ年末来たんで、まあ今 eBay で出してるものをね、えー、売りたいと、ね。で、売りたいけど、まあ、ね、別に安くは売りたくない。せっかく仕入れてね、えー、値上がりするもんなんで安くは売りたくない。じゃあ、 どうするかというのを考えると、まあ、やるべきこと、ね、えー、いろんな方法があるから逆にね、やるべきことも多いと。で、当然、まあ、全世界に発信しているイベーですから、世界中の出品者と競合する。まあ、その中で勝たなきゃ売れないということなんでね、まあ、これ結構大変なことです。で、何か一つでも不十分だと高く早く売ることはできない。 まあ、eBay のサポートするとね、まあ、Amazon がいかに恵まれているかは分かるんですけど、まあ、eBay でやるべきこと、ね、高く、えー、早く売るためにやるべきこと、まあ、それがねどういうライバルに勝たなきゃいけないかっていうお話です。まず、ねえー、Apple のワイヤレスイヤホン、ね、iPhone のワイヤレスイヤホン、まあ、出来がいいということでね、ねマイクにも使えるかなと思って、 買いましたそれをちょっとね、AirPods、えー、例に出します。Amazon で検索すると、まあ、えー、関連商品も含めてね、えー、結構出てきますけど、まあ、そ,ういそうは言ってもね、まあ、パッと見 AirPods だなというのは数個しか出てこない。そうすると Amazon でやるべきことはね、もし仮にこの AirPods が儲かるんであれば、えー、このカートを取るだけ、えー、それだけで OK です。だからね、もうやるべきことは少ない。 逆にね、カタログもともとあるわけですから、写真をうまく撮ろうとかね、タイトルをうまくつけようという工夫が、まあ、あんまりやりようがないわけですね。まあ、えー、Amazon でやるべきことはもう本当単純明快。ねえー、扱うべき商品を見つけるだけと。ね、仮にこの AirPods が見つかるんだったら AirPods を、えー、売ればいいと。AirPods がね、えー、儲からなくなったら、まあ、次の儲かる商品探すだけ。で、その扱うべき商品っていうのはこの 三つのうち一つでもクリアする商品を見つければ OK。ショッピングカートが取れる商品を見つける。まあそうすらね、えー、高く売れるわけですから、カートが取れる商品を見つけると。でアマゾンで高く売れる商品を見つけると。ね、日本から、えー、アメリカ、オーストラリアのアマゾンに持ってって高く売れる商品を見つける。まあそうすら儲かる、ねで。なんなら別に高く売れなくてもね、安く仕入れるルートがあれば、まあそれで儲かるわけですから、 まあ何しろ販売する商品ね、えー、儲かる商品を見つけるだけ、ね、それ以外のことはほぼやる必要がないです、ね。ところがね、ebay になると、まあ、ガラッと変わると。ね、まあ、儲かる商品を見つけるってところは、まあ、一緒のような気がするんですけど、まあ実はね、えー、同じように、 えー、できる形で教えてるんで、えー、儲かってるだけ、そんなに大変じゃないだけ、えー、実はこれね、高く早く売るって言った途端に、すんごい難易度は上がります。ねえー、高く売るなら、画像とタイトル、商品説明を作り込む必要があります。でこの作り込むってレベルがね、えー、Amazon のように少ないカタログに膨大なアクセスが流れてるわけじゃなくて、 たくさんのカタログにね、アクセスが流れてるんで、まずね、タイトルと画像で買たなきゃもう全くね、えー、売れないと、ねまあ。たまに売れるんですけど、まあ、高く早く売るにはもうこの、えー、画像とタイトルを作り込まないと売れないです。で、商品説明が間違ってる、あるいはね、えー、必要な情報が載ってなければ、せっかくね、画像とタイトルで見に来た人も買わないということになるんでね、えー、何か一点でも落ち度があると売れない。 ねで、それをまあ、そんなね、これから言うようなことをそこまで作り込むのは無理だよという場合には、もう安く売っちゃうか、値上がりするまで待つと、ね、値上がりして、要は、えー、ライバルがいなくなりゃ目立って売れるわけですし、逆にね、えー、値上がりしてって、自分は利益出るけど、周、まあ、りより安く売るんだったら、それも目立って売れるって形になります、ねあるいはタイミング遅れるまで気,な気,長気長に待つと。ね 高く早く売るっていうのはもうね、別次元の大変さになるんですけど、じゃあどれぐらいの作り込みが必要か。まず写真。売れるか売れないかの50%は写真で決まります。ね、で写真はね、これプロに撮影を頼んでる人も、自分がプロ並みだという人もいます。eBay にはね。で素人は、そうするとね、数たくさん撮ってその中でマシな写真を、えー、使うしかないと。 で、しかもね、えー、プロって、例えば12枚の写真を撮るのに、まあ、最低限100枚以上は撮る。120枚。もしかするとね、えー、扱い始めの商品とか気に入ってたのがなければ、1200枚ぐらい撮ります。ね、たくさん撮った中からいいものを選ぶっていうのは、まあ、プロの仕事の基本なんでね、まあ、そうします。まあ、ところが、 ねえー、あまりその撮影したことない人は12枚だからね、2、30枚撮りゃいいかというので、えー、満足してしまうとか、いうか、まあ、その辺でいい,かいいかということで、えー、写真を決めてしまうで。正直、写真の出来ってね、わこれすごいいい写真ですね,ね、もうこれ以上、えー、何も直すとこありませんねっていう写真は、えー、見たことないです。ねあの プロが撮影したのでも、もうちょっとこの辺こうすりゃいいないなっていう写真があることはあっても逆に普通のね、えーまあ、相談来てる素人の方で、まあ、素晴らしい写真ですねということはまずないです。だからね、本当写真はこれ売れ,売れないなと思ったらね、その毎回まず写真を撮り直した方がいいぐらい写真は重要です。ねえー せっかくタイトルとかね、あるいはね、そうそう、あのこの項目に色れ忘れたけど、リピーター、リピーターを掴んでる人とかタイトルつけるのがね、うまい人、あるいはね、えー、もうすでに良い評価をたくさん取ってる人に比べたら、eBay でね、えーまずた、まだあんまり評価のない場合は圧倒的に不利なんで、数少ない見に来てくれた人を引き込む写真がなければ、高く早くは売れないです。ね、だからね、 この写真の重要性がね、アマゾンと同じように考えて、あんまり気にしてない人が多いですけど、まあ、正直ね、eBay のなんで売れないんですかねっていう相談は、ほぼほぼ、うんまあ、この写真じゃ、うん、なかなか厳しいかなという場合が多いです。ね、で、それの、どうすりゃいいんですかっていうのは、まあ、大体返事はいつも言ってますけども、素人はたくさん撮った中からいいのを選ぶしかないと。ね で、そこで、まあ、これがベストですというのがね、まあ、売れない写真であれば、もう、それはもう、その時点で、高く早くっていうのは、正直、もう、諦めて、無駄な努力はやめにして、待つか、安くして売っちゃって、アマゾンでね、改定させたいんだったら、早く売りたいんだったら、もう、アマゾンの方に注力しちゃった方がいいという形になります。もう、本当、eBay は、ね、写真が下手だと話にならないです。で、次にタイトル。 これね、えー、写真と同じぐらいタイトルが重要です。えー、これね、自分の出そうとしてる、えー、自分のつけたね、えー、キーワードの、えー、左側12文字、あるいはね、3単語ぐらいで検索してみると、た,たくさんの商品が多分出てくるんですね。で、その中で、えー、自分の えとカタログがスクロールしないでいきなり出てくるぐらいの位置じゃないとアクセスっていうのは取れなくてでそのどういうタイトル、どういうキーワードで、ね、買う人が検索しているか、まあ、これ、一発じゃ分かんないんでいろいろタイトルとか、ね、変えながら、えー、写真もそうですけどタイトルと写真を変えて、えー、売れるあるいはアクセスが増えるように調整していく必要があると。まあ、そんなめんどくさい写 作業はねアマゾンじゃやらないんでアマゾンの場合ね、まあ、売れて儲かったらそれを入れるだけっていう本当単純なんでその延長で考えると eBay でねこのアクセスを増やすだのなんだのってのねやるのかなりしんどいんですけどただしんどいんですけどそれやらないと高く早くは売れないですそれから商品説明これもね、えー、まあ タイトルを見て、ね、タイトルで引っかかって、写真を見てクリックしてもらって、買おうかなと思ったときに、まあ、その商品がね、本物なのかどうか、ねあ、これ本物だなっていうふうに、えー、確実に分かってあ、この人ちゃんと送るなと思わせる説明がないと、えー、結局変われないと。ね、何しろ、同じ商品をね、似たような値段とか、もっと安く売ってる人がいる中で、 買わせるためには、何か一つでも落ち度があると売れないっていうね、これかなりね、えー、過酷な競争です。で、それぞれ写真とかタイトルとか商品説明、全部ね、えー、プロ、プロ並みっていうかプロですよね。あの、eBay でね、あの、売ってる人っていうのは月間何億円とか売ってますからね。で、一人でやってる人でもあの何千万とか売ってる人がいるんで、そういう人とね、同じ土俵で勝負してるんで、 まあこれ以上はめんどくさいなと、ね、言うので、何、えー、ですかね、作り込むのがめんどくさくなっちゃうようだったら、もう高く早くっていうのは正直無理なんで、えー、そうじゃなくてね、高く早くじゃない方向で、えー、勝負した方がいいです。で、これだけやるためにはね、えー、まあ、最低限、ヤフオク、楽天、マンだらけ、 まあ日本語の、えー、サイトですね。日本語だったらまあ商品よくわかるんで、日本語のサイトを見て、あ、この売り文句いいなとか、まあ、こんなこと書いたら買わねえだろうなとか、これ余計なセリフだなとかね、えそういうのを見比べて、さらにね、イ b ベで高く売れてる制約と、まあ安く売れてる制約比べて何が悪いか、それをね、 かなり研究してというか見て、えー、違いを比較して、これはこうなんじゃないかなっていうのでテストして作り込む必要があると。まあ、うん。まあこれあの、稼いでる人やってることなんですけど、まあ正直な話、めんどくさい。ね、で、えー、私が初めから e a y を教えるとかね、えー、なんで AmazonAmazon って言ってるかっていうと、はっきり言ってこの、 eBay の、イーベイでやるべきことを、まあ、全部やって成果が出るまでね、えー、コツコツやり続けられる人っていうのは、まあ、正直少数派なんで、えー、誰でもできる、ね、商品を見つけるだけって Amazon に特化してます。まあ、もっと言えばね、ネットショップだとさらに、えー、この eBay でやることよりもやること多くなって、えー、eBay でやるよりも高い次元で完結させないと売れないということになるんでね。まあ、まあ、何しろ、 正直な話、大変です。ねで、まあ、これを、ね、ここまでやるのかと。でこ、これを、これを全部めんどくさがらずにやれるという自信がなければ、ね、私自身が、ね、これをやれって言われたら、いや、eBay でこれをやる、やるんだったら、Amazon で商品投げを見つけてね、やった方が全然楽だなと思うんで、Amazon に特化してるんで、まあ、 イベで高く早く売るというよりは、まあ、ここまでやらないと高く早く売れませんので、もう、安く売るか。ね。これ、安売りはね、えー、バカにやらせておけと言います、ね。で、これ悪い言葉に聞こえますが、まあ、逆に言うとね、安売りほど早く売るのに効果的な方法はないっていうのも、一であるというか、まあ、真理なわけですね。あのー、安売りはバカにやらせておけってな、マーケティングの世界とかでは、まあ、非常にメジャーな、 なんですかね、安く売るやつをバカにする言い方ですけど逆に言えば安く売っても利益が上がる方法を作ればねこれほど簡単でシンプルなことはないということも言えるんでねで、まあ、あ,のある程度仕入れが早くてうまくて利益が乗ってるんだったら安く売ってしまうっていうのも早く売るには非常に効果的な方法ですで逆に遅く売るのに最も効果的なのは急いで売らない、ね 急いで売んなきゃいけないものは仕入れないと。ね、値上がりするものを仕入れてゆっくり売ると。まあ、別にたまにしか売れなくたってその間ね遅きゃ遅いほど値段が上がっていくあるいは値段が下がらなくて、えー、金利も低い金利で資金調達してるとかねそもそも金利なんかかかんないお金でえ仕入れてるわけだったら別に急いで売る必要はないわけですね。ですんで eBay で早く高く売るっていうのははっきり言ってアマゾンでね、えー、早く売りたいっていうのとは全然もう 別次元に大変な作業なんで、まあ、それを分かった上でもう eBay でね、早く高く売るスキルを身につけるために、えー、頑張るか、あるいはね、えー、これをその高いレベルでバランスさせるところまで、えー、やりきる自信がないというんであれば、えー、eBay では、まあ、ゆっくり売ると。ね。あるいは安く売,売る処分の場所だけにする。 ね、という形にして、えー、Amazon に特化した方がいいです。まあ、Amazon を使って販売するのはね、圧倒的な、圧倒的に楽な手法です。特にね、まあ、えー、仕入れたものを3ヶ月以内に売り切るとか、そういう制約付きで考えたら、まあ、e b ベ y っていうのはね、逆に無,無在庫でやってる人が eBay 多いわけですから、まあ、仕入れて、 まあ、値上がりするのを待ってゆっくり売れるから、eBay もね、えー、おすすめするし、やりやすい方法なんですけど、まあ、そうじゃない場合は、まあ、これはっきり言ってね、これ全部やるのは、適性がある人じゃないとできないと思います。ね、えー、写真、タイトル、商品説明。で、ライバルはね、えー、時間が経てば経つほど強くなっていくわけですから、日々これを全部ブラッシュアップしていかなきゃいけないと。 方やね、えー、適当に商品見つけてきて、で、販売してね、で、も買った商品を売り続けてると。ね、それだけで済んじゃアマゾン。まあ、少なく見積もって、ね、10倍アマゾンで販売するより、eBay で、えー、高く早く売るという形でやるに、やろうと思ったらもう少なめに見積もって10倍。ももしかしたら100倍ぐらいの手間と根気が必要なんでね。まあ、あの、イベで早く 早く高く高売りたいですというようなね、質問をもらうと、まあ自分でも答えながらね、これ、もしかして、あの、説明しないと、なんか、無茶、無茶というかね、意地悪な回答しているように思われるんじゃないかなと思いまして、まあこの動画を作ったんですけど、まあ、正直言って、eBay、ね、eBay の、えー、ライバルたちは、膨大なライバルがいますんで、えー、強いです。ね。 でしかも Amazon にはない、えー、リピーターをね、えー、掴んでるとか、えー、そういう、えー、要因もありますんで、まあ、そこまで考えたらね、えー、eBay で高く早く売るってのは容易なこっちゃないと。まあ、逆にね、えー、いや eBay で高く早く売るほど、まあ、作り込む、適性がある人はね、その作り込むスキル身につけると、すごい強いセラーになってね、eBay プラス、独自ショップやるとすごい儲けを安定させることができますけど、じゃあこれやりきてる人がね、そんなたくさんいるかって言ったら、まあ正直そんなにいないと思うんでね、えー、まあ、根を詰めずというか、逆にね、こうやってくださいといったことを、はいはいって言ってね、えー、やらずそんな大変でこれ以上どうするんだよという気持ちが芽生えるんであれば、eBay で高く早くっていうのは、えー、諦めた方がいいかなと。ね。えー、で、 逆に大変なレベルをねこなせないと e b で高く早く売るっていうのはできないですでこれ以上にねもっといろんなことやりようがあるんですけどいろんなことやりようがあるだけに、えー、こけると失敗しようもあると、ね、ある程度までうまくいっても最後のどっか抜けてるとそれでこぼれちゃうわけですからまあ、えー、一番簡単なのはね、えー、値上がり するもの、あるいは値下がりする、しないものを買って、まあ、のんびり売れた時に売れるという形でね、やるのが eBay の場合は一番、えー、楽なやり方なんで、まあ、ちょっとね、今回、えー、今年中に ね、売り上げをもうちょっとアップさせたいということでね、まあ、どの辺の商品をどう売るのかなというので相談を受けたんですけど、まあどうも見ると値段は下げたくない。値段を下げたくないということは早く高く売るってことですから、この辺のことのレベルを数段上げなきゃいけないとね。ねただ数段上げるのは正直大変なんで、まあやりきれるかどうかなというところでね、えー、ここで、まあ ね、あのー、やるだけやって通用するかどうかね、えー、やってみて、えー、で、OK であれば、まあ、それでね、あのー、スキルが上がって万々歳なんですけど、まあ、そうじゃない場合はね、まあ、これをどっか、どっか一つでも抜けてたらダメだということで、えー、やりようがあるんであればね、ね、えー、Amazon の商品探しに注力した方が、逆に売上アップ、利益アップの近道じゃないかなと思いましたんでね、まあ、eBay については。 高く早く売るには、す、え、べ、ー、てを高いレベルでやる必要がある。特にタイトルと写真については、競争相手はプロなんで、プロに勝たないと高く早くは売れませんというのをね、覚悟して取り組んでいただきたいなと思いまして、この動画を作りました。以上、天馬アカデミー堀秀夫でした。